どうも、山崎亮です。今日は、これ普段の YouTube だと全然こういうね、2画面にならないですけど、なんと台湾のですね、台北にいる、カイちゃんというふうに僕は呼んでいる、タイカイセイさんと一緒に、対談をしようと思います。カイちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。もう真ね。面目そうな もうね、あのね、僕はほら、まだ台湾によく行けてた頃は、台湾に行って、こんなことやってますっていうふうに Facebook で写真撮ると、カイちゃんが必ず横についてるじゃないですか。あの人は誰だと。で、カイちゃんもご存知の通り、僕の Facebook を見てくれてる方々のかなりの数がカイちゃんファンで、なるほど。変な、変な動きする、変な髪型の人いる。今は髪の毛1個になってる？で、今ですね、これをほどきますと、こんだけ伸びましたね。わ、伸びた。伸びたね。いやー、すごい。まあ、2本だそう、けど伸び4。た。はい。こんわなことできる。あ。めっちスタジゃ、オに潜り込んで、なんか盗み出そうかなって。風呂山崎敷亮みさんたはな、みたいな。そうそう、いろいろね、ね、暖かいです。い。やらんで、やらんで。いや、そうか、そんだけだから僕らはまだ会ってないってことですよね。そんだけ伸びるぐらい僕は台湾に行けてないわけで、そうなんですよ。もうね、1年半、2年近くか、もうね、コロナ禍で、そちらに、それまで前は結構な頻度でね、多い時は2ヶ月に1回ぐらいはね、向こう行ってまして、で、カイちゃんとは、まあ本当に僕が台湾で3回目か4回目ぐらいの講演会の時に、カイちゃんが担当で来てくれて、うわ、すげえ風貌の人来たなと思ったら、これがものすごい優しい男で、いや、この風貌とこのキャラっすかみたいなので、印象に残りますね。相当印象に残った。あれっで、すよ。はい。どうぞ。ネバージャッジアブックバイイツカバーみたいな。見た目によらぬ。すいや、みほません。んとそう。ちょっとびっくりして、そんでまた、まあ、通訳としてね、後で、まあ、どんな人か説明してもらいますけど、通訳としてかなりいろんなこう言葉の使い分けだったりとか、僕が例えば標準語で喋って大阪弁で喋ってなんてやると、やっぱりそういうちょっとこう方言みたいなものも台湾の中の言葉として振り分けてやってくれたりとか、そういうのがもうすっごい嬉しくなっちゃって、それから多分台湾行くたびに、カイちゃんじゃなきゃ嫌ですって通訳を指定するみたいな。そんなこ本とに当なっにていた人でご迷す。惑かけました。ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ。はい。それで、とはいえですよ。とはいえ、僕ら、仕事でそっち行ったときは、まあ、割と、カイちゃんも、ほら、自分のことあんまりベラベラ喋るタイプじゃないから、よく街を案内してくれるし、それから台湾の事情とか歴史をすっごい教えてくれて、それからまあ、次に行くところは、どういう組織なのかとか、山崎さん、まあ、兄っていうのは、兄、こういうこと喋るといいですよって、そういうのはよく聞いていた。で、これもまた気が利いていて、すごく嬉しいんですが、カエイちゃん本人のことを、断片的にしかやっぱ話聞いてなくて、これを機会にちょっと、あなたは何者ですかと、これを聞いていきたいなと思ってるんですよ。ありがとうございます。なので今日ちょっとまずですね、カエイちゃん、過去、現在、未来、これ3つ聞きたいんですけど、これまでどう生きてきて、何勉強してきて、で、今何してるぐらいのところまで一回、ちょっと話してもらっていいですか？ました。ありがとうございます。本当に山崎亮先生にはお世話になっているというか、すごい海岸の木をいただいています。これはね、お世辞でも何でもなく、で、本当に世界の見方とか、人間の見方とか、まあ、物の分析の仕方とか、あとはその視野で、それをまたこうユーモアに直すとかね、そこで多分すごい嬉しいっていうかな、だから一緒に旅したり、旅ですよね、つまりは。そうですね。で、まあ、通訳という役はありますけども、で、兄はスピーカーっていうか、招かれた人で、いろんな考え方をシェアするんだけど、その一緒に生活、旅という生活をしてて嬉しいんですよね。これ本当にありがとう。本当に嬉ああ、しいんだ。ごめんなこさちらこそです。ありがとうございます。い。はい。で、今のは、お言葉のつながり、続きで言うと、そういう、感想だったんですけども、私自身を語ると、そうですね、例えば、兄が、若い人が来て、先生、街づくりとは何ですか？コミュニティデザインとは何ですか？って言ったら、多分、この前聞いた話、
君覚悟あるか、三日三晩寝ずにこうあれ俺の話を聞いてくれるかっていうさ、そういう熱量っていうかね、これも私はその惚れてるんだけど、あの、ね、な私の過去を語るとね、まあ3日ぐらいはいらない、まあ、3時間ぐらいだ。まあまあ覚悟あるかな俺。寝ちゃう。あのまあ大体ね、今日はあの本当にあのお誘いいただいてこういうメモをね。すごいじゃん。そう、あのちょっと人間に近づいたでしょ。人間に近づいてる。いやいや、まあまあかいちゃんはね、頭の回転も早いんで、色メモとかもなくてもやっぱりパンと聞いたことをすぐこう出していくし、翻訳もしていくしだけど、今日はメモしてくれたんですね。そうなんです。あのこれは嬉しい。はい、自分の、まあ、弱いところを、まあ、今日の話も多分あのいただいたあのお題で言うと過去と今と、まあ、これからっていう話だったんですけども、そのね、あのついて回るのがあの再発見というか再、まあ、改めて気づくとかね、まあ、逃げる、またそれに直面するっていう、なんか後悔と反省話にこう見つけるんだけども、あの今言ったそのだから、いやいややるとかっていうのをずっと多分尻尾を引いてたんですよ。でいろんな、まあ、あの化学変の変化の中で作用の中で一回メモ取っちゃえばいいじゃんっていう、そこから不自由は生まれずに、またこうあのコンピューターで言ったらその一時記憶を全部空具にする、そうするとまたこう動けるじゃないですか、うん、その中につまり爪に詰めて、あの人間だったら 7つじゃないですか、あの暫定記憶で覚えられること。でそれをオーバーすると何か一個あの重要なものが入ってきて、一番あの重要でないものが捨てられていくみたいな。なるほど。というのをもう7つ全部こう紙に落としておけば安心して、また空気があって、ドラゴンボールでないけど、なんかこう7つ集められるっていうさ、そういうなんか、そう、玉入れ遊びじゃないかな。そういう練習をですね、してました。はい。で、あの、早速の話、あの、どうも皆さん、あの、講座名を快楽亭梵鐘と申しまして、一回の落語でございまして、まあ、つまり、こう、口で都政を、あの、営んでいるもので、生まれはっていうと、中国の天津。これは、例えば、大阪のような大きな港町ですね。で非常に似てるのは、その後ろに北京という、まあ、都がありまして、まあ、大阪の、奥には京都があるという、あきんどの町で、あの本当に天津弁という、うん、天津飯じゃないですよ、天津弁という、天津飯生まれて上野で生まれてましたからね、あの中華料理だけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。なんか、天津の人知らないっていう。あ、そうなの。ないの。え、何それっていうね。天津に天津飯ってないの？そうなんですよ。甘栗はあるね、あの近くであるけど、あの中山地で。かいちゃん、あれいっぱい食べてんのかと思ってた、天津生まれだから。いや、足の作るのはうまいですよ。あ、うまいんだ。横道それるな。はいはい、いやいや、はい、続けて。で、天津で生まれまして、7つまで、育ちまして、そんで、うん、あの家族の変遷のご縁、あのなんかこうあの、移り変わりのご縁で、東京に、移りました。で、そこで、小学校1から4年生やりまして、うん、ようやく、まあ、ちょっと馴染み出したなっていう時に、また家族の都合で台北にまた移動するんです。台北にね。うん、あの反対字、反対字とか、あと日本漢字っていうのいろいろこう、まあ、今から考えると柔らかい漢字の変化みたいな、変化みたいなんですけど、ガキ一匹としては難しい、嫌だ、めんどくせえって言ってね。だから夏休みをみっちり家庭教師を招いて、もう反対漢字を叩き込まれる、もう地獄でしたよ。ああ、そうか。ああ、だから、ちょっと説明しておくと、うん、中国大陸は、漢体字という、まあ、いわゆる簡略化した、中国の漢字を使っていたと。で、今度、まあ、日本に来るとですね、その難しい漢字の間にひらがなが入り、カタカナも使うぜっていう、まあ、日本漢字になると。でこの日本漢字で1年生から4年生まで小学校をやったんだけど、今度台湾に行くと、台湾は繁体字と言われるものすごい細かい、まあ、日本の漢字よりも画数の多いような漢字をたくさん使うんで、全部一応共通してるんだけど、でも全然違う形になっちゃってるやつとかもあるっていう意味では、3回漢字を習わなきゃいけなかったということだ。そうなんですよ。
後々いいなと思うようになれるんですが、当時の自分としてはもう本当に嫌だよまあねっそうていうだ。ばかり、はい。もう、で、そのまあ、非登校とかね、逃げるという、なんかそういう拒絶反応みたいなのが起こるんですけども、で、4年生を一度またやり直しまして、で、まあ、無事小学校卒業できました。で、中学、高校と、もう本当に語るにも足らない時間の無駄のような、本当にどんよりした悪ガキの、なんかね、しかもこのナンパもできずにみたいなっていう、何してこいつは生きてんだろうっていう、もう毎日なんか怒りの集合体みたいなっていうのはありました。無名っていうか、そういうなんかガキのなんか火みたいな。で、今度はその兵隊に行きます。隊も徴兵制でございます。そうかそうか。2年足の代で、ちょうどこう、減免が始まったから、実際10ヶ月ですね。1年10ヶ月。なるほど。まあ、2年近く行ったんですよ。ちょっと驚いたのね。例えば日本に行った時は、もちろん天津から日本に行くと、東京に行くとね、みんな日本語を喋る。これ当たり前のことなんですけど、もうちんぷんかん。ただ、ガキだったから学びは早かった。で、多分アイデンティティの問題もある。で、今度台北に来ると、みんな、いわゆるマンダリンっていうのを喋ってるんだけど、癖はありますよね。南の方の、福建の移民が多いから、まあ、例えば、なんていう、どこなんだろう。例えば、いきなり広島に行って、わしはっていう、子供がわしはとかっていうと、おじいさんですかみたいなっていうような、違和感というか、新鮮味みたいな。で、やっぱりこう、でもそれは学校でマンダリンを語りなさいっていう、なんかね、白色ペルの、硬いそういう影響もまだあったので、みんなやっぱり学校では、台湾語っていうのはまた外国語みたいに方言なんですよね。よく例えるのは、例えばロマン語で言うと、カタロニア語とフランス語とスペイン語とイタリア語とポルトガル語みたいな、あそこは大体ルート同じなんだけど、で、スペイン語と、イタリア語は大体シシリアとかね、まあ50%頑張って、コミュニケーションできるんだけど、それがちょっと方言になると全く外国みたいな。で、中国語もそうですよね。上海語、広東語、福建そう語とか。かっていう。だから要するに南のやつは全部外国語みたいなものなんですよ。いや、そうか。だから日本で言う方言よりも厳しい。で、そう、だから今結局近代国家っていうのが束ねてるから面白くないんですよね。なるほど。ね。で、戻しますと、あれ？やっぱりアウトサイダーみたいな。もうな一る回ほど経験ね。する。で、そこで兵隊に行くと、これまた驚く。あ、みんな台湾語喋ってるんだ。そうか、そうだよな、みたいな。学校では、北京語っていうか、マンダリンを一応国語ってことを呼んでるのも喋るんですけど、休みの時とか、地元の子たちが、おい、お前、うるせえな、好きじゃないとかっていう、なんかこう、短歌聞くときには、やっぱ台湾語って出てくる。でも、表立たには、こう、堂々と喋れない。であ、も、それそはうなん学校だ。の中の、これがいざ、こう、兵隊に行くと、まあ、かまいっこにして、もうみんなこう、だから結局、いきなりなんかこう、例えば、津軽に行ったりみたいなっていう時に、これ日本語なんですかみたいな。まあ確かに。とかってなっちゃうんですよ。とかね、いきなりみんな琉球の話を語り始めるみたいな。ね、日流母語、祖語っていうのはあるけど、もう今の、内南口と、今、いわゆる東京弁っていうのは全くわからないですよ、外国語。それぐ確らかい違うんです。に。台湾、まあ基本的にはだから学校で北京語というか、まあ公用語として北京語を使おうということになっている。だけど、まあ一方では台湾語という言葉が、まあもともとの言葉としてある。でも台湾語は福建語なわけですか、基本は。そうですね。福建福の建から南入っのて方きですね。た。福建の南の方。とか、潮州とか、福建の南のアモイとか、そこら辺から、入ってきて移る。民だ。で、まあ、これも400年とか300年とか経ってますから、もちろん、ローカライズはしますけどね。そうかそうか。だで、から台湾語はイコール福建の南と一緒ってわけではないけど、まあルーツはそこだからだいぶ似てはいると。少なくとも北京語よりは似てると。もう話してわかるというね。ああ、そういうレベルなんだ。それで、そうなんですよ。で、また面白いのが、これ、後々の話になりますけども、やっぱ、発火語っていうのはあったんだ、みたいな。あっかね。なんだ、そりゃ、みたいな。あった。ああ、で、まそう。たそれ、ね、また古い、いわゆる中国語系の方言の一つでありますが、これまた、闽南語に、北京語と比べると、北京語若いですからね。まあ、だから、江戸弁とか東京弁が若い、日本語の中で一番若いっていうのと同じように、北京語は若いんですよ。だけど、だからそれから比べると、まあ、近いんでしょうね。古方言というかね、
さ、今ちょっと敏南語っていう言葉が出てきたけど、だから福建の南側の言葉のことを敏南語と呼び、まあ、その敏南語が台湾語にまあ近くなっているけれども、まあ、一方では八華の人たちとかもまあ中国大陸からは台湾に入ってきていて、で中国大陸にいるときはまあ外敵から守るためにこう八華っていうとこんな丸いね、あのお城みたいな建物に集合してこう住むみたいなことをやってましたが、あの台湾に入ってきた当時はまあ敵がいないわけじゃないけれども、あんなふうにこう作る必要もないんで、八華の方々もまあ三合院とか四合院みたいなこういう形の普通のお家を作って住んでいて、この方々が八華語あるいは八華の料理とかを作っている。で今も喋ることはできるわけですか、八華人の人たちは。この方言を滅亡してるわけじゃ全くなく、まだ頑張って、しかも結構元気ですね。あ、そうですか。人口あるいはそう、使用人口でいうと、さっき言いました台湾語よりは断然少ないし、まあ、マイノリティの一つですから、八華人の人たちは主に、まあ、もちろん日本植民時代は日本語も喋れるしみたいな、そのメジャーには合わせていける。で敏南人にもちょっとやっぱりね、顔色を伺いながらやっていかなきゃいけないから、うん、やっぱりこう敏南語も喋れる、台湾語も綺麗に喋れる、だから言わないと、うん、あれこの人八華人になったのっていう、うん、ぐらいね。でも敏南人が八華語喋れるからって必要ないから、そうか、ほとんど喋れない、うん、で、あとね、八華語が一つ、つまり敏南語、台湾語にかぶさってるわけでしょ、中に。いないと思ったらいるんだみたいな。うん、で、あと先住民の言葉に。これもまたね、話が伸びるから、あれ、まあ、つまり、オーストラリシアンの人たち、うん、南洋語系の人たちも元気にいるっていう。そう、あれ、原住民、まあ、日本語では先住民族って言いますが、先住民の方々の、で、まあ、そちらだと原住民ってそのまま言いますもんね。原住民。の方々の言葉も、あれもほら二十何種類の族というかね、に分かれてますが、言葉は一緒なんですか、あれも違うんですか。はい、例えばその琉球諸島をこう例に挙げますと、宮古の方言と石垣の方言と例えば全部違うじゃないですか、うん、つまり本島の例えば琉球王朝の少子の琉球王朝の標準語という、ね、琉球王国の首里城のあそこを中心にしたのは一つある。で、まあ、細長いからいろんなところの方言はまた違いますが、あれは一つの体系の中の、まあ、言語だと。確かに。で、これが多分日流古語の母語の、ルートとして、まあ、日本語と近親の関係にあると、だけど島々の人は全く外国語なんですよ。もうルートも、ルートってつまりどこまでのルートか、ね、みんなアフリカだというと多いじゃないですか。うん、だから3万年前のルートなのか、5000年前のルートなのか、もしや近かったかもしれないし、そこから分裂して全く違うものに発展してたかもしれないし、もっと古いところに、まあ、ルートはあるけど、もうほとんど無意味な。うん、で、あとはですね、黒潮とかありますから、これは例えば台湾の言葉とも何かこう近いところがあったり、南に下っていきますと、そのフィリピンとか、マレーシアとかインドネシアの島々とも、そのまま今、例えば台湾本島の、東南、我々はまだ行けてないんですけどね、ダウ、アミ族、闇族。闇族、ああ、まだ会ったことないな。うん、こういうなんか傘をかぶって、ふんどしで、ちょっとこう、ショートを羽織って、大船祭りっていうのをこうみんな、だから、南半球の、例えば、あれなんていうの、オーストラリアとか、はいはいはい、ニュージーランドとかの。マオリこれと全く同じ、うん、マオリのこれと同じことがある。で、それを聞いてるとね、今、本当にもう一つの話題なんだけど、その新移民っていうのが、つまりヘルパーさんとか、その東南アジア系の人たちが嫁いできたり、仕事で来たりすると、あ、そうだね、介護とかの人、うん、看護の人たちが、まあ、つまり常時介護みたいな。としてうちに住み込むじゃないですか。で、それはまあ結構いじめられてきた正直、ね、その差別というのはあります。で、その人たちが例えばその、フィリピンのどっかの島から来ると、こっちではさ、こっちのイケイケのロケンローラーのさ、その闇のつまりさっき言ったダウ族のね、その島のあの人たち歌が綺麗じゃないですか。やーやーおわやーとかって歌うとさ、あっていうんですよ。そのヘルパーさんが、うん、普段はさこんなちょっとね押され気味になってるけど、普通に語るとね輝いてくるみたいな。通じるんだそのままっていう。
つまりは、文化の進展というのは一方通行でなくて、来たり行ったりって、そうなんですよ。だから、ごめんなさい、また話してほしいけど、風呂敷広げの好きな、台湾ではね、20前後のそういう、今ね、学術的にはこう分かれて、こう、分野されてると、そう、違うところから違う時期に、この島にたどり着いたんでしょうね。だからまあね、5000年後には、今の言う、ビンナン人とかハッカ人とかも、そのいわゆるアブリジニの一部に入っていって。あ、そうか、今から5000年後ぐらいにはね。うん、昔言いました。だからね、もう先住民族だわ、もともとね。はい。もう本当に旧石器、新石器時代のもう、のね、スパンを経てるから、なかなか。ああ、そういうことか。あれだね、カイちゃんの過去の話を聞こうと思ってたけど、ちょっとこれ、分けましょう。この1本目はもう、はい、台湾のことや言語のことの話を聞いて、で、一回区切って、2本目にカイちゃんの話を聞いていこう。これだけでも面白いから。はい、そうしましょうね。